天山酒造は、佐賀県小木市の酒造メーカー。主に生産するのは、日本酒だが、焼酎やリキュール類も生産している。天山山系からの伏流水を酒造に用いる。主な銘柄は、天山、岩の蔵、七殿。キャッチフレーズは、名水とホタルの里に、名酒あり。1861年頃から小木、祇園川より洞水し、水車で精米。 製粉及び製麺業を始めた七田屋が、酒蔵から精米の仕事も受けていた縁で廃業する蔵元から、酒蔵や酒造道具一式を購入し、1875年、初代蔵元となる七田と酒造が創業した。そのため当初は、酒造と並行して製粉、製麺業を手掛けていた。特に戦後間もなくの頃は自動化設備を導入して、 県内の需要をまかなうほどの生産力を有しており、高級そうめん等を三越や有名料亭、吉祥へも納入していたが、製麺事業は昭和30年代後半に終止符を打っている。1936年には二代目倉本の初代七、伝周一が合名会社七伝本店を設立。さらに1959年に三代目倉本の二代、周一が株式会社に改祖した。 初代、二代周一は、小木氏の名手として知られ、建築に造形の深かった初代は、地元の岩礁小,小学校や岩造寺の栗を建築寄贈したほか、彼が建設した明治像、大正像、昭和像及び、縦型水車は、国の登録有形文化財や、佐賀県が認定する22世紀に残す佐賀県遺産に登録されている。また、 農業に造形が深かった二代周一は資材を、当時で農業学校天山高農塾を設立している。海外への輸出、展開を積極的に推進しており、1996年のアメリカを皮切りに、香港や韓国、イタリアなど14カ国、地域に輸出をしているほか、ワイン品評会インターナショナルワインチャレンジの日本酒部門にも2012年から出品。 初挑戦の2012年に純米銀醸酒、純米大銀醸酒の部でゴールド、2014年には日本酒スパークリング部門で部門最優秀となるトロフィーを受賞した。また、より質の良い酒を作るための研究にも取り組んでおり、2005年には佐賀県農業試験所の指導のもと、天山酒米栽培研究会を酒米の生産農家と設立。 2014年には、佐賀大学が開発した低アルコール度の醸造で残る悪臭成分の生成を抑える、新酵母、日本酒酵母ピルビン酸低生産性酵母7号の研究開発に協力し、同酵母を用いた低アルコール製酒、天山酒造岩のクラ中産とスパークリング製酒、ソルスパークリングを商品化した。この件では、富士山系ビジネスアイが選定する、 独創性を開く、先端技術大賞の特別賞を受賞している。2003年に、明治像及び大正像、昭和像、旧正埋所、縦型水車及び水路の3件が国の登録有形文化財に登録されている。仕込み水として用いる天山の伏流水が、カルシウムやマグネシウムといったミネラル分を含んだ、香水のため、 甘口で芳醇な味わいの多い佐賀県の日本酒の中では辛口の男酒として知られている。ただし、全国的に見ればそれほど辛口というわけではない。ありがとうございます。